皆さん、マフラー買っちゃいました。やったやった、買ったぜマフラー。やったやった、黙って買った。皆さん、こんにちは。マフラーを買ってしまいました。今日もよろしくお願いいたします。エッセン RR 用の2019から2020対応の新しいマフラーになります。メーカーはですね、 SC プロジェクトさんというところになります。型式はですね、 SC1-M という商品になります。素材はですね、このボディの部分もこのサイレンサーの先の部分もカーボン素材になります。重量はですね、ノーマルよりかは少し軽いぐらいの重量感になります。で、特徴としましては、サイレンサーがやはり短いというのと、はい、この排気口の部分が五角形なんですね。これ結構かっこいいですね。で、意外と短くて太いという、そんな感じの商品になります。はい、意外とぶっといですね。ここも結構厚みがあります。まだノーマルは外してないんですけれども、形状的にはノーマル形状と非常に似ておりまして、それをちょっとギュッとしたような、そんな感じです。で、なぜこの品番にしたかと言いますと、 SC プロジェクトさんのマフラーは他商品は結構出てるんですけれども、この SC1-M というのが意外とあまり動画に出ていなかったのと、形状がやはりノーマルに似ておりますので、まあそこら辺であまりちょっとレーシーレーシーする感じでもないので、まあ見た目もまあノーマルにできるだけ近い状況を踏まえながら、この商品にしてみました。キャタライザーの部分は全くノーマルのまま再利用いたしますので、基本的にはノーマルのサイレンサーと、いわゆるポンガイという商品になります。取り付け箇所はこのブラケットの部分と、この排気口の接続の部分ですね、この2点だけという形になります。付属しているものはですね、はい、このボルトとワッシャーが1セット付いております。あと別に、はい、この接続部分の部品ですね、これもカーボン素材になっております。ドライカーボンですかね。はい、では今からこの商品を取り付けしてみようと思います。今日もよろしくお願いいたします。止まっている箇所はこの部分とこのナット部分だけですね。で、ここで刺さっているだけと、このバンド止めですね。はい、取り付け方法は非常にシンプルなので、取り外しもすぐだと思います。では、やってみます。取れました。で、下のこのナット部分ですね。はい、これを今から外しております。はい、バンドが外れました。これでマフラーがこそっと抜けると思います。では、これをゴシ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 。はい、はい。はい、取り外し完了。意外とノーマルマフラー軽い。はい、では取り外ししてみました。こちらがノーマル、こちらが新しい外品ですね。大きさ、全長はですね、この端部からいきますと、ほんの少し短いぐらいですね。ほんの数センチです。で、太さはパッと見はそうですね、やはりこちらの SC プロジェクトさんの方が太いです。厚みはよいしょ、はい、厚みはですね、ほぼですね、ほとんど太さは変わらないです。どっちかというとちょっとこっちが太いかなと、それぐらいの差ですね。はい、重量的に言いますと、うん、ちょっとちゃんと測ってみますけれども、若干こちらの方が重いぐらいです。すっごい重いわけではないですね。はい、では今からこのマフラーつけてみようと思います。奥さんが帰ってくるまで急がないと。
取り付けしてみようと思います。こんな感じ、こんな感じ、いいかも。はい、ボルトはですね、純正のをそのまま使います。そしてこのブラケットには受けがないため、専用の、はい、これですね、ナットがついておりますので、これで締めていきます。はい、取り付け完了しました。めちゃくちゃくちゃかっこいい。カーボン、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 これいけてる。思った以上に、想像以上にマッチングがいい。ではちょっと外へ出てみようと思います。はい、皆さん、取り付けしてみました。どうでしょうか。カーボンにカーボンにカーボンにカーボン、ここすごくマッチングが素晴らしいですね。リアフェンダーをカーボンにしている人は非常にこのマフラー似合うと思います。むちゃくちゃかっこいいな。後ろが引き締まってレーシングマシンのように見えます。そしてサウンドの方なんですけれども、ではエンジンをかけてみようと思います。はい、いきます。アイドリングの時は非常に静かです。走ってみますと3000回転弱まではほとんどノーマルと変わらないようなイメージです。3000回転からぐっと音が出始めてきます。ではアクセルを回してみます。近所迷惑になりますので、これぐらいで。3000をね、超えていきますので音質が変わってきまして、音量も上がってきます。ただ意外と爆音ではありません。どちらかというと静かな方なマフラーではないかと思います。そしてアイドリングから3000回転ぐらいまではノーマルとほとんど変わらないような気がしますので、音質はですね、どちらかというと大人じみた音量、音質かと思います。どうでしょうか。かっこいい。はい、今日の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います。はい、皆様のマフラーの一つの参考になればと思います。今日もありがとうございました。